さん、こんにちは。平成27年度の、非管理母子取り推進委員会の協力員を務めておりました、鹿児島大学附属図書館の西園と申します。私の方からは、研究データ管理に関するの教材の提供に向けた取り組みについて、簡単ですがご報告をしたいと思います。平成27年度の、委員会のワーキンググループの下に設けられました課題領域オープンアクセス方針においてオープンサイエンス班というのがあったんですけれども、このオープンサイエンス班ではこれらのスライドに挙げたような4つの、テーマを据えて活動を行いました。で、私からの報告はこのリストの2番目に挙げられている RDM トレーニングツールの開発についての報告にあたります。で、日本向けの、RDM トレーニングツール、すなわち研究データ管理の、スキルを身につけるための教材の、基本設計を行うということを目標としまして、活動をしてまいりました。で、学術情報 のオープン化が進められる中、研究データの公開には、研究の初期段階からそれからプロジェクトの終了後に至るまで、一貫して、研究データが適切に保管管理されることが、前提となるわけですけれども、文科省の審議の求めでは、大学等の機関に、期待される役割の一つに図書館員等による研究データ管理体制の構築が、挙げられていますが、その機関として、そのサポートをするその、体制の土台として、研究者をはじめとする関係者も、すべてに対して研究データ管理に関する教育活動を行う理解をきちんと広めるということが必要となってきます。研究データ管理に関する教材というのは研究者に対してもそれから研究者を支える研究支援職これには図書館職員ももちろん含むわけですけれども双方に必要となってきます。研究支援職にとっての教材というものはその自分自身のスキルを獲得するためのものそして機関内の研究者に向けた教育活動を自身が担うためのものこの2つの意味を持っているかと思います。海外ではこれまでも何回か触れられていますけれどもすでに研究データ管理のスキルを身につけるための教材というものが非常に数多く多種多様なものが存在しております。代表的なものとしてよく挙げられるものがマントラというものそれから RDM ローズとかいったものがあります。それからホスターというのも非常にたくさんの教材を、集められているポータルなんですけれどもで、これらの中には研究者に向けたものもあればもう研究支援職に向けたもの、さまざまなものがあります。で、今回の、我々 の取り組みとしましてはまずその主なこれらの海外の教材の構成であるとか内容であるとかということについて、いくつか比較のして調査を行いまして、日本向けの教材を開発するにあたっての下準備を行いました。で、一部日本語訳に日本語訳を行ったりもしております。で、補足なんですけれども、海外には、研究データ管理に関する用語集というものも整備されつつあります。で、日本語による用語集というものもいくつか、報告書等のですね、付録としてついているものもあるとは思うんですけれども、もう少し網羅的なものがもし欲しいとかですね、そういった需要もあるかもしれませんので、その日本語によるその用語集の必要性とかそれからその提供方法とそれについて、今後の検討課題としたいと考えております。で、既存の研究データ管理の教材の構成要素を大別したものです。オープンサイエンスとか研究データ等に関する基礎的な知識あるいはそのファイルのバージョン管理であるとか命名法のような具体的な組織の方法と、非常にさまざまあるんですけれども、国内外を問わず共通して、参照できる要素というものはもちろん多々ありますが、データ管理計画あるいはそのデータ公開に対する義務化の方針の、有無であるとか、それから法的な問題あるいは倫理的な問題に関する、体制の問題でといったところに関しましては、国とか地域によって、事情が異なります。で、日本向け教材の開発にあたってはもちろんその日本の研究環境に即した情報提供を行いたいと考えております。で、その開発の基本方針なんですけれども、まずはターゲットをまず最初は問
図書館員としまして、まあ、基礎的な内容のものの提供を行うこととしたいと思っております。で必要に応じて、まあ、段階的に拡充していくことを検討して、していきたいと思います。またその受診団体等による、まあ、強力な義務化方針が、まあ、推進要因の一つとなっている、まあ、海外では少々日本今の時点では事情が異なっていることもありまして、その研究データ管理を行うことっていうのはそのより良い研究につながるんだというその根本的なそのメリットについて、まあ、理解が得られるような内容としたいと考えております。そして、教材はの再利用可能とします。例えばの図書館員の方がこの教材でセルフラーニングするだけではなくって、まあ、その教材を用いて学内向けのまあ講習会の教材として再利用するといったことも可能としたいと思っております。また一般的なオフィスファイル形式で提供することで更新をしやすくして、まあ、一度作っても作りっぱなしといったことにせずに持続的な開発ができるようにしたいと考えております。で現在作成作業中なんですけれども公開の際には推進会のホームページでお知らせができると思いますので注視していただければと思います。で教材の開発と合わせまして基礎資料の提供も行うこととしまして、米国情報標準化機構による研究データ管理の入門書を日本語に訳して公開いたしました。公開先はこちらのスライドにある通りの URL でございます。でこれらは研究者にとっても研究者支援者にとっても双方にとって参考になる資料です。で目次はこちらの通りなんですけれども具体的な内容も非常に多いのでもし未読の方がいらっしゃいましたらぜひご一読いただきたいと思います。でオープンサイエンス推進の機運が高まりつつあるんですけれどもなかなかその日本語でのまとまった情報というのはまだまだ必要とされていると思います。でこのような、まあ、日本語で読める資料があることで、まあ、心理的なハードルが少しでも下がって、研究データ化についての理解が広がることを期待しております。今後も随時、情報発信に努めていきたいと思っております。簡単ですが報告は以上です。ありがとうございました。